大家好、我叫スニー。ということで、本日も始まりました、スニーカーの、ノーナイ。はい、ということで、本日の企画はですね、7月後半発売、ナイキスニーカースコア!N! はい、ということで、本日の企画はですね、7月前半に発売されるナイキのスニーカーをですね、雑談とプレゼンスを交えながら紹介していくスニーカーの、脳内大人気企画でございます。はい、もうね、月に2回のねこの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。7月の前半はですね、特にねコービーがなかったのが楽しかったのと、特に暑いものも何もなくて、まあ平和なスニーカーライフでしたよね。まあ特に何が良かったかというと、やっぱショックスの黒とかがねすごいプレネついたりしてね、まあちょっとエキサイティングだったんですけど、まあそれぐらいですかね。まあ7月後半もですね、特にその大物コラボみたいなものはちょっとパッと見控えてなくて、まあトラビスが8月前半に来るかな。でも8月前半はね暑くなりそうな予感がしております。ということでね、まあこんなごちゃごちゃ言っとってもしょうがないので、オープニングの方へ。いやー、オープニングいけるかな。最近暑くなってきたからな、いけるから、レッツゴー。レッツゴー。スニーカーが人気なくなってきましたね。レッツゴー。はい、ということで、オープニングの方から戻ってまいりました。まず、7月18日からは、こちら、エアマックスプラス、テンポ、はい、黒、シルバー、赤とね、もう今回は3色やっと出るって感じなんですけど、まあ前回もね、前々回のね、速報にでもね、黒を紹介したんですけど、なかなか発売されなくて、今回はもうスニーカーズにババーンと出たのね、発売決定ということでね、待ちに待った3色。まさか黒だけかと思ったらね、赤とシルバーも出るんですよね、はい。まあこちらはですね、やっぱり販売テンポも少なくなるような気がするので、もしかしたら争奪戦になるんかな。はい、今の段階でね、黒もね結構いい値段ついてて、ね、なんと黒の次に人気なのがシルバーじゃなくて赤というね、赤なんかと思うんですけど、まあ人気ですね。まあ転売目的の方は無難に黒だけをねスニーカーズで応募してるとね、まあちょっとリザヤをね取れると思っております。まあやっぱりねこの黒がかっこいいですよね。このスタイリング見てもね、はい、こんな感じなんですけど、やっぱ黒着てる外人さんかっこいいですよね。外国人の方ね、はい、かっこいいですよね。まあやっぱり黒なんでしょうね。ちょっと赤が人気だ理由わからないんですけど、まあね本当に黒はねもうダントツ人気で、赤シルバー、まあシルバーまだみんな知らんのかな、まあ赤シルバーっていう感じなんですかね。はい、ということでね、こちらのプレネオスはだいたい全体通してプラス3000円からと、はい、全色3000円ぐらいから、はい、で黒は一番プレについていくと思います。ということで続きまして7月19日からはこちら、エアマックス DNSE のプレミアムオリ、はい、ということでね、やっぱりねこのオリといったらね、やっぱ今年はもうオリンピックイヤーですので、もうこうトリコロール、完璧にフランスの国旗、はい、なんかフランスとかにしたらいいんですけどね、オリって言ってね、なんかアメリカのねブランドやからフランスの名前とかつけたくないんですかね、わかんないんですけど、結構綺麗な感じで、でもねやっぱりエアマックス DN の勢いはね最近なくなってきましたね。当初はすごかったんですよね。もう4色ぐらいが全部ね初段はプレネついてて、まあ、今回のねこのオリンピックのトリコロールね、もしかしたらフランス限定とかだったらね、プレネついてたりね、えらいことになってたと思うんですけど、これは余るでしょ、さすがに余ると思います。まあいい色なんですけどね、僕的には余ると思います。最初の勢いはないです、エアマックス DN に。はい、ということでこちらのプレゼンスはプレネなしと予想させていただきます。ということで続きまして同日7月19日からはこちら、ステューシーとナイキの LD1000SP ということで、こちらはですね7月13日ステューシーオンラインとステューシー店舗で発売された、1色、まあ本当は2色なんですけど、2色目はこちらですね、ベージュ白みたいな色ですけど、やっぱこっちがね人気ですよね、はい、まあ緑もそこそこ人気ということで、今回ねこちらのね LD1000 ではね、ローテクなスニーカーで LD はロングディスタンスってことなんで、これもしかしたらマラソンシューズなんですか、僕はあんまりわからないんですけど、まあ長距離用のシューズなんですかね。まあ本当にローテクで履き心地は決して良くないと僕は思っております。履いてないんですけど、わかりますよね、全然良くないと思いますね。はい、そしてですね緑もね意外と人気で、このステューシー限定から一択かなと思ったら緑も人気なので、緑もまだまだプレネついているので、まあ積極的にね転売したい方は狙ってみてもいいんじゃないかなと思っております。はい、まあでもやっぱりねこの緑をねステューシー限定カラーの方がね履きやすいですよね。はい、何でも合わせやすい。この緑はねちょっともうブームが2週ぐらい遅れてるので、まあ緑ねどうでしょうかって感じなんですけど、まあ定価もですね 14,850円とね、買いやすい値段、もう当初のダンク 12,100円を思い出すようなね値段ですので、買いやすいです。本当にね狙ってみてくださいということで、こちらをプレイヤーさんだいたいプレね4000円からと予想させていただきます。ということで次、
ドイツ7月19日からこちらエアーサファリエレクトリックブラックマーってことでね、久々の復刻ってことでね、これ2018年からの復刻ってことでね、本当に楽しみにしてた方多いんじゃないですか。僕は全然ピンときてません。これ何なんやろうって感じですね。まあオールのねスニーカーファンはね、もしかしたらねめちゃくちゃ喜んでてね、ユダルーって出てるかもしれないですね。まあ、6年ぶりだとね探すも大変やしね。でもなんかパッとセカストとか見るとね、やっぱりまだ全然安いですよね、6年前のやつとかでも。ですよね。まあ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 、若い人とかはね、あえてこれを買わないような気がしますよね。別になんかその、かっこいいって感じでもないですもんね。本当に古いスニーカーみたいな感じでね、僕はいらないですね。ということで、こちらのプレゼントはプレゼントなしと予想させていただきます。ということで、次。7月20日からは、こちら、エアジョーダン6レトロ、オリンピック。いや、これは待ってた人多い、さすがに。12年ぶりの復刻ということでね。前回は、2012年、その前は2000年ということでね、12年周期で発売してるということは、次回は2036年、僕は結婚しているのでしょうか。はい。2036年はもうスニーカーがないかもしれないですよね。まあ、次は2036年ぐらいになりそうなんですけど、まあね、楽しみな一足ですよね。本当にね、発売決定してからもね、いろんな人のストーリーで見ますよね。あ、欲しい、欲しい、欲しいとかね、じゃあもうぜひ買ってくださいって感じなんですけど、やっぱり2012年から比べてもね、定価も上がったし、まあ本当に、周りを取り巻く環境が変わりましたよね。まあね、僕的にはね、結構反応もこれ多いので、まあ買えると思うんですよね。でも一応ね、エアージョーダン6を代表する作品ですので、まあ完売っていうことも、まあ視野に入れててね。まあ初動はね、もしかしたらね、プレネがね、ちょこっとつくかもしれないんで、これはね、ちょっとさすがにですけど、セールまで行っていくとはね、いつも通りに言えないので、まあちょっとね、欲しい方はね、ぜひぜひ、初動で買ってみてくださいね。まあ個人的にはね、今年がオリンピックイヤーでね、オリってことでね、やっぱ完売してほしいっていう気持ちが山々ですね。それにちょもね、実際に履いてたみたいな感じですね。かっこいいですね。これ履いてバスケットようできんなって感じなんですけど、まあそんな話は置いておいて、こちらのプレゼントは大体プラス1000円からと予想させていただきます。ということで、次。ブーツ、7月8日頃、ナイジェル・シルベスターとナイキのコラボ、エアー・ジョーダン4、RMSP、ガールズ・ゼ・デル、ということでね、BFX スライダーの、ナイジェルさん、ナイジェル・シルベスターさんとコラボですね。もう全然知らないんですけど、有名なんですか。ちょっと過去を遡ってみると、はい、こちら、エアーシップともコラボしてる方なんですね。なんかこのエアーシップ見覚えあるな、なんかそういえばなんか紹介したよな、みたいな感じなんですけど、やっぱりね、BMX は知らんて。はい。BMX の、まあ、ライダーってことだよね。はい。そしてね、これ結構ね、いい色ですね。後ろ見てください。はい。後ろもバイクってことでね。いつもここエアーって入ってるんですけど、バイクいいじゃないですかね。本当にね。バイク乗りの方は買ってください。結構ね、数もそんなに多くないみたいですし、海外でもね、かなり需要が高い一足ですので、これはね、転売目的の方はね、積極的に狙ってください。これは絶対人気だよね。大丈夫です。はい。国内もね、さすがに完売はすると思います。はい。さすがに。うん。小さいサイズとかはさておき、まあ、28以上とかね、完売すると思うので、28センチ以上ね、積極的に狙ってみてください。ということでね、まあ、そもそもね、BMX って何やねんって感じなんですけどね、まあ、国内ではね、ほんと僕が無知なんか全然知らないですよね。日本の有名な BMX ライダーって誰なんやろうって感じですよね。はい。まあ、それはさておきね、あ、今こちらのプレイヤーさん、大体プラス5000円からと、ちょっとね、パンといく可能性もあって、5000円からと予想させていただきます。ということで、次。続きまして、7月22日から、こちら、ナイキ、ショックス、ティエル、レイサーブルーってことでね、レイサーブルー。これは難しいですよね。色的にもね、まあまあいいんですけど、やっぱり前回ね、ショックスといえば、黒、トリプルブラックがね、再販されて、すごいプレネつきましたよね。初動よりもプレネついてんちゃうかってぐらいついたんですけど、まあそこの時に一緒に発売された3色入ったカラフルなやつなんですけど、はい、まあこちらなんですけど、これはね、全然プレネつくなって、今もまだ余ってるっていう状況ですので、やっぱり黒一択なんでしょうね、ショックスもね。これはね、僕的には難しいし、完売しないと思ってます。やっぱ定価ね、地味に高いで2万5千円しますので、ね、全部ね、ショックスは。はい。まあ僕は本当に完売しないと思います。まあ普通にね、余ってね、各取扱店さんでもセール商品に絡んでくるんじゃないかなーって思っております。ということで、こちらのプレゼントはプレゼントなしと予想させていただきます。ということで、次。続きまして、7月22日、最後の予測。ナイキ ACG ルーファスのブラックハイマー。確かな品質の ACG シリーズから一足来ましたね。まあこれね、結構前からの復刻みたいで、まあ着脱しやすくてね、本当に履きやすいスニーカーって感じなんですけど、ちょっと冬感がありますよね。ちょっと夏履いたらね、足蒸れそうって思ってしまうのは僕だけなんでしょうか。はい。まあこれもね、完売しないと思います。もう本当にね、ずーっと余ってて、最終的にアウトレットまで行くんじゃないですか。はい。履き心地はいいので、まあ品質は確かってことでね、でもね、やっぱこの品質確かっていうとこをナイキに求めてるんじゃなくて、やはりこのナイキに求めてるのはかっこよさとかなので、まあ、品質だけ求めるんだったら他のスニーカー履くかなっていう人が大多数だと僕は考えます。ということで、こちらのプレゼントはプレゼン
ラスト予想させていただきます。はい、ババーンと7月後半発売のスニーカーを紹介してきましたが、皆さん何か欲しいものありましたか。はい、僕はですね、この回はちょっと正直なかったですね。本当に8月前半に期待したいところですね。本当にね、どれもいらんって感じですよね。まあ、どうやろう、本当にもうスニーカーの値段も上がってるんで、まあ、ほぼ前みたいに買えないんですよね。ダンク1万2100円やからね、わーってね、買ってた時は懐かしいですけど、高いですよね。ちょっとね、こちらね、要検討したいところでございます。ちょっと厳しいですね、7月後半は、ね、はい、本当にね、もう皆さん何か欲しいものがあったらね、もうやっぱ7月前半後半か狙っていっていただきたいんですけど、まだね、7月後半もね、まだまだこのこそっと出てくるやつがいっぱいあるので、ちょっとスニーカー情報をね、で僕のインスタのストーリーとかね、見てくれたらね、どんどん投稿してくれたら見ていってください。ということで、本日の動画は良いと思ったか、良いと思ったか、悪いと思ったか、また、そしてスニーカーのお悩みたいと思った方は、ぜひぜひチャンネル登録してください。また次回の動画で。バイバーイ。